UEFA ヨーロッパリーグ2014から 15UEFA ヨーロッパリーグ2014から15決勝決勝戦が行われたのワルシャワ国立競技場 UEFA ヨーロッパリーグ2014から15決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA ヨーロッパリーグ2014から15の決勝戦であり6回目の UEFA ヨーロッパリーグの決勝戦である 試合は2015年5月27日水曜日に、ワルシャワのワルシャワ国立競技場で開催され、ウクライナプレミアリーグに所属するドニプロとリーガエスパニョーラに所属するセビージャの間で行われた。セビージャが2大会連続4回目の優勝を果たし、2015UEFA スーパーカップの出場権及び、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16の出場権を獲得した。 欧州主要大会でのドニプロとセビージャの対戦は、今回が初めてとなる。ドニプロは、今大会が初の決勝進出である。ウクライナ勢の欧州カップ戦の決勝進出は、シャフタールドネツク前身の UEFA カップ時代に優勝を果たした2009年以来である。一方、前回制覇のセビージャは2大会連続通算4回目の決勝進出である。 前身の UEFA カップ時代を含めると3回の優勝を経験しており、本大会で優勝を果たすと、大会史上初の2度目の連覇を果たすことになる。2013年5月23日にスイスのニオンで開催された UEFA 理事会でワルシャワ国立競技場が決勝戦の会場に決定された。ワルシャワ国立競技場での欧州主要大会の 決勝戦の開催は今大会が初めて。このスタジアムは2012年に建設され、同年よりポーランド代表のホームスタジアムとして使用されている。UEFA 主催大会では5万7000人が収容可能であり、UEFA ユーロ2012では開幕戦など4試合で使用された。サッカーポーランド代表通算60キャップを刻んだ。 イジールデクが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。チケットは2015年2月26日から3月26日まで一般販売される。チケットの販売価格は以下の通り。ありがとうございます。